浅見さんのクラシックフィジークの大会が今週日曜日になります。今日は初めての密着ということで、大会前の腕トレをちょっと見させてもらいたいんですけども、トレーニング時代はいつまでやるんですか？とりあえずコンテストの前々日くらいまでに終わる。金曜日までにトレーニングが全部終わると。最後の腕トレです。最後の腕トレ、最後っていうかコンテスト世紀末みたいな、これやばいよねでも調整とかは普段はあんまされないんですかね？筋トレ YouTuber のよくあるカーボローディングとかディプリートとか、浅見さん見て完全枯渇しておりますいやでも言ったらもう90日しか調整してるわけじゃないですか。はいはいはい、そういう意味では調整しますよ。あー、かっこよすぎないこれ90日間の調整だよ。1日じゃないか、そのそうそうそう、我々みたいな、そういう意味では調整しないどうにかなるなら、はい、初日からやったことじゃないですか。さすがすぎるね。俺だともう200日前からやってるから早いよ俺も1年やってるから、そしたらもうじゃあね、はい、早速腕トレーニング、はい、1種目目は種目目はアームガールなんですけど、まあ通常アームガールのマシンじゃないんですけど、はいはい、アームガールって肘よりバーベルが上がると急にブンってできるじゃないですか、はい、この場合遅れて重りが角度的についてくるんで、ここで要はこの状態になる、はい、下でも抜けないっていう、うん、無理くりそういう風になってるっていう。なるほど、はいはい、まあ、テコの原理ですよね。そうそうそう、力学的に負荷が抜けないようにする。このスミスマシンだからこそできる種目。そうなんですよ。反映がいてさらにチェーンつけてるからね。これチェーンつけないとどっちかというとこう上がりすぎちゃうから、うんうん、上がりすぎちゃうから。フロントレイズっぽくなってきちゃうってことですよね。そう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 、肩関節にもっと近くなってほしいから、そうそうそう、このチェーン分に近づいてくるっていう。このチェーンで。これなるほど。天才すぎる。いいですか、早速。はい。あ、はい。やばい。なんかこれの凄さって今すべてが伝わってきたんだけど、うん、この前体感させてもらったのよ、鍛錬とか鉄槌を。やったのね。こういう種目をやらせてもらったんだけど、うん、今ストレスなく動作ができてるんだよ。普通アームカールとかでなんか後ろ引いたりとかいろいろ動作があるけど、今のあざみさんってとにかく二頭の収縮のみを狙ってできてるから、ストレスなくだからあのレップ数ができるっていう。完璧になんかここ以外にも力入ってるんです。ちょっとやってみます。お邪魔しちゃっていいんですか？いやもうやっと見てほしい。ちょっと当たりない。あ、そうそうそう。これ。そう、そうすると抜けて抜けないんですよ。抜けない。しかもちょっと体を後ろに傾けた方がいいですね。傾けた方がいいです。そう。やっぱり半径がでかいんで、はいはいはい、体を大きく使ってあげた方がむしろ。しかもこれチェーンだから確かにめちゃめちゃ前にいきますね。そうです。すごいこれ。気持ちいい。これなんか抜けない気持ちよさがあるんですよ。ありますね。そう、動作にとってストレスって一番大切でさ、一番良くないですもんね。これ20回で1セットで、まだどんどんジュラ上げていく感じですか？いや、自分はこの重さで、3セット目まであんまりなんかその重量を追うっていうよりは力が変なところに入ったらもうやめるっていう。はいはいはい、他の部位に頼り始めたら。そうですそうです。だから肩とかにピクってきたらもうやめちゃう。はあ、判断基準がすごい ね、全然違うよ、可能。そうじゃないと次のセットで光になっちゃうんですよね。はい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 、ここにちょっと入っちゃう。だから的確にあの輪郭とかを意識してトレーニングできるっていう。種目名が3頭の種目ということ で、 そうです、ね、次あるのはプレス。プレスです、はい、顎もしくは鼻に落とすことで、はい、本はベンチプレスなんですけど3頭に負荷を強めに入れると。なるほど。普通に比べると軸に対してまっすぐ落ちてくるのを3頭で支えてるっていう、うん、めちゃめちゃ分かりやすいこの種目は、うん、しかもこのスミスだからこそやりやすいですよね。これがないとね、やっぱりできないこっちにしたんですか。うんうんうん。
二頭三頭と来てまた次二頭。ハンマーカールなんでちょっと外側を意識して、でさっきの力の働きはこいつがプレートを持ってますよっていう、また取り抜けない。全部この1台でできる感じですか？あ、この3種目だけです。あとはちょっと違う。ゴム手袋、もうこだわりの人です。これ痛すぎたんですよ、これ引っ掛けて。で痛いとね、3レップ減るんですよ。はいはいはい。痛くないと3レップいけるんで。筋肉の痛みには強いけどね、筋肉の痛みは弱いです。で使うけど、これをハンマーで使うの初めて見るかも。あのフリーダムなものを使うとここがシャックツって言ってこっちに返っちゃうんですよ、折れるね。じゃあずっと洞窟できるほどの筋力を持ってるっていう。その力も結局ターゲットの筋肉なんで、はいはいはい、ちょうどいいですよね。ちょうどいいですよね。これはポーズを取った時のこの頭骨付きのこのラインが楽しみですね。上腕筋もつくし。あ、ちょっと待って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 、あ、うまいうまいうまい、これそうです。無理だ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 、指が痛いと頭骨付きがめっちゃ痛い。すごいね、この重さ。あのレップ数振り回したんだ、やばあ、指が痛い、指が痛い、指が痛い、ここだ。そうだね、グニャーって何か何だか分からなかったんですけど、これは何でしょうか？これプッシュダウンです。それをまあロープにして開いてこの外側を狙うっていう感じです。それをこれ元々何の足？これはプッシュダウンです、元々なんだけど、ここ持つとこういくじゃないですか、はい、こっからだとこういくんですよ。だからこれが上に上がらないように延長してるっていうのもあるんです。はいはいはい、これが急に抜けるんですよ、やっぱ、ハンマーストレングス理論ですよね。そう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 、平行の時が一番負荷がかかるから、それ以上にはかからない。硬いとここは落ちてるんですけど、こうするとこれ乗ってるんですよ、軸に乗っちゃうから軽くなっちゃうっていう。絶対にそれは許せないですやばいやばい、怖い怖い怖いこの重量絶対できないじゃん。絶対できないけどチャレンジするのが俺だもん。いいっすか、いきます。あざみさんと減量末期の男と一緒。おー、いいじゃんいいじゃん。そうです、お、そう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 、プルプルしてるこれやばい、これやばい、重すぎた。減量より抜けない、抜けない、抜けなさすぎて重すぎた。普通にお前めっちゃ一発で張ってきたね、5レップで張った。肩に戻ってこないと押せないんですよ。はい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 、ケーブルだとこうなるじゃないですか、後ろに行きますね。そしたらこう引っ張っちゃうみたいな、結局背中の種目になっちゃう。ちょっと背中入っちゃうんですね。うわ、MCT オイルまみれですもんね。そうっす。さっきね、動画では回してなかったと思うけど、そう、1日何だっけ、96。でも最初ね、20からやってたんですよ。はいはい。そしたらいつの日か、いつからか60ぐらいになって、はいはい、でも落ちた時だけ90にしてるとか1日 90ml MCT オイル飲んでる。しかもそれの取り方が、あの米にかけるっていう。かけちゃうじゃん。マジ MCT 雑炊作ってるから間違えてる。猫まんまみたいな。猫まんまやれちゃう。最近ですよ、90にしたら本当に。はいはいはい。基本50、60です。多いね、多い。すごいよ。これはすごいよ。多い多い。逆に肉とか今 400g なんで。ああ、そっちを減らせるんだ。なんか油カットすると張らない、炭水化物に行くと動けない、で肉カットしても別に変わらないっていう。うわー、やばい。最後仕方ないよねっていう感じです。いや、そうっすよね。タンパク質絶対取るじゃないですか、最後。はいはい。まあ俺もそうだったんですけど、なんか疲れるんですよね。いや、分かる。タンパク質疲れる。体に酸性の物体入れたら、じゃあ乳酸溜まりますから、ね、なんか疲れる。5種目目で、それがリバースカール、イージーバーに10キロ10キロで30キロですかね。そうですね。
ちょっとこれ本当に戯れるぐらいの感じになる。戯れちゃう。遊んじゃう。遊ぶぐらい。あえて決めてないって言ってましたもんね。あえてそうですね。なんか発見するためにちょっとやってみて。はい。30キロ普通重いよね、リバースカー。ってこれさ、普通の俺のアームカールの重量なんだけど。だってこれやばいわ。しかもあれなんですよ、コツがあるんですよ。ケーブルってこうやるじゃないですか。はいはい、はい、順手でやると絶対体を倒してやりたいんですよ、うんうん、で逆手だとみんなこうやるんですよ、うん、でこれもそうで、体を倒して順手で持ってやるとめっちゃやりやすいです。丸まってますもんね、うん、これをそうそう、こっちの方が力ある。あー、入りそう。ケーブルを起こしてやってみます。抜けまくりです。抜けます。向かいに行くって形ってことですよ。あ、やばいわ。あ、これいい、これいい。ドラッグカール気味でやるっていう。はい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 。寄せていくんだ。なるほど。あ、丸まった方が力入りやすいなっていうのは、その感覚的にやっぱ、うん、あるよね。俺もわかる、うん、でもなんか普通だとなんか視点を変えちゃいけないっていう考えもあるから、うん、なんか変えるなって思うけど、これはそこじゃなくて、その収縮感を強くするためにわざと向かいに行ってるってことです。結局だからここで重くなると、うん、こうすると軽くなって軽くなりますから、うん、だから要はこれはローイングも兼ねてるから、はい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 、手は結構直線に動いてる。それは要は修道負荷って言って、うん、曲げた時きつくするように仕向けてる。で、初動は逆に負荷があまりかからないようにしてる。かからないです。腕トレ終わった後に脱いでもらったんですよ。でも見たらやばかったよね。びっくりしちゃった。なんか結構 3,4 週間前にもびっくりしてたんだけど、それどころじゃなかった。コンディションチェックこの後するんで、ぜひそっちの方で見ていただきたい。楽しみすぎるね。やばいね。え、今日パンツあるんですか。あ、パンツあります。あ、やった。大会前の最後のトレーニング動画これ以上ということで。ありがとうございます。はい、じゃあそれ楽しみ。ありがとうございました。